では今度は現在の所属と留学経験がそれにどう生かされているのかを教えていただけますか。現在の所属は外務省国際経済課経済連携協定交渉官のポストを担わせていただいております。ブレンマーを卒業した後 LSE ロンドンスクールオブエコノミックスの大学院およびオックスフォードの大学院で法学と EU 関係の勉強をいたしまして、ニューヨークの弁護士の資格を取得いたしました。弁護士の経験を生かし国連で勤務した後が現在のポジションにおります。留学の経験が生かされているところは2つあると思います。1つは大学院への進学です。大学院の進学には教授から良い推薦状をもらわなくてはいけません。リベラルアーツの大学の教授はほぼ 100% PhD をお持ちの教授ばかりでございますので、そういった教授からしっかりと指導を受けた上で大学院をアプライするということは大学院への進学率が高まることでございまして、リベラルアーツから大学院へ進むという方が多いというのもその表れだと思います。で、私はロンドンスクールオブエコノミックスとオックスフォードへ進学したんですけれども、ロンドンオブスクールエコノミックスは私のブレンマーの時の、卒論の担当教授が卒業 PhD をされたところでございますので、そういったつながりがまだこうすごく強く反映されている、教授との関係も残る形で卒業ができるというメリットがリベラルアーツカレッジにあると思います。2点目に、ブレンマーカレッジが私の今の仕事にどう影響しているかといいますと、キャリアをデザインするという意味で、いろいろな取り組みを自分のキャリアでできるような形で教育をブレンマーで施してくれたと思います。私の専攻はとても政治学とドイツ語と経済ということで、一貫はしているんですけど幅広くいたしましたので、それに基づき、弁護士業務だけではなく外交の世界にも携われるいろんな多種多様な案件に取り組めるようなバックグラウンドをリベラルアーツカレッジで満たしていただけたと思っております。また1992年にチュービンゲン大学に大学3年生の時に留学をしたのですけれども、その時に初めて EU の統合という勉強に大学で出会いまして、それに基づいた形で絶えず、EU 法そして EU 法に絡む仕事を追求し、そして今日本と EU の自由貿易協定の交渉に携わらせていただいております。そういった意味でも、ブレンマーの時の学業がそのまま今の仕事に直結していると思います。